それでは最後のところですね。結局ここまで来てやっともう一回このキーセンテンスの下にあるプラクティスというところに入っていきます。これで終わりですね。 Wow, it's been a while since I started this lesson、started recording this lesson. ではですね、プラクティス、For example, Have you finished your homework yet? さっきやりましたよね。 Have you finished your homework yet?Yes, I have. No, I haven't. で、次ですね、ねずちゃんの今週末にやるリスト、これですね。終わったことにはチェックマークがついています。っていうことですね。このチェックマークっていうのすごく面白いんですけど、実は日本っていうのはできたことは丸で、バツをこうチェックするじゃないですか。でもこれ文化みたいですよ。丸がチェックっていう国の方が実は多いみたいなんですね。だから日本語を勉強したくて外国からこうね、日本に来た方で、丸がついてると、これ、罰っていうふうに考えちゃう人もいるみたいです。でも日本人はこのチェックっていうのがつくと、大体答案用紙でね、みんながチェックマークがあったら、これ間違ってるんだって思いません？だからこれ、ちょっとね、文化の違いってすごく面白いなと思ったことがあるんですけれども、じゃあこの to do this weekend っていうのをちょっと一緒に読みますね。まず、first of all, finish my homework. Finish my homework. ね、チェックがついてるってことは、Yes, she has ってことですね。次ですね、wash my shoes。こういう時もみんなはいつもこの shoes、これは shoes に s に、丸ですね。だって2つで shoes っていうので、これじゃあ一足だったらなんて言うのっていう質問を昔されたんですけど、これ a shoe って言いますよ。a shoe。一足のことは shoe です。ね。はい。それから次、clean my room。Clean my room. これはチェックがついてるから、このメグちゃんはもうしたっていうことだよね。うん。そして number three. Buy a new notebook. Buy a new notebook. これだけがチェックがついてないってことだから、まだしてないっていうことですよね。はい。一番最初はこの for example と同じなので、スキップします。次 number one. Wash my shoes. Wash my shoes.これはどうなるかっていうと、これ、あなたに対して聞くので、Have you washed? ですよね。この、さっきもやったんですけど、現在完了形の疑問文っていうのは、過去形と大きく違うのは、動詞の部分がそのまま、do っていうのが残るっていうことですよね。Have っていうのが来て、ここが二重線ですよね。疑問文なので。で、Have you と来たら、この後の動詞が、今まで習った過去形と違うのは、ここです。ここに finished っていうのが残るっていうこと。これが大きな違いだし、多分、ケアレスミスが一番起こっちゃうところですね。Have you finished? この場合には、your shoes yet。これだけ書いちゃうね。Your、shoes。これも S だから、これは基本的にはこういう感じを。Shoes yet。でもこれみんなが、テストでね、テストの答案用紙に書くときにはこういうの書かないでください。書いちゃうと先生がって言って罰にするっていうね、そういう先生ももしかしたらいるかもしれない。ね、そんな先生少ないといいなと思うんですけど、ただ頭の中では、あ、そうだそうだっていうふうにこう思っていくといいです。で、いつも言うのはクエスチョン、ね、テストの質問、問題文の方はこれやった方がいいよ。そうすると、これを言い換えなさいとか書き換えなさいって言われた時に、みんなの頭の中に、あ、have と finish、これはだから現在完了形だってピピって来るわけ。もうケアレスミスばっかりだから中学生の英語の点数が取れないっていうのは、ほぼほぼケアレスミスが多分 30% から 40%。だから勉強してるのにどうしても点数が取れないっていう子がすごく多くて、もうね、泣きながら勉強してる子がいると思うの。私もそうだったので。だから絶対これ、問題文にはこれを絶対やってくださいね。いいかな？そしてこのチェックマークね、さっきあったでしょ？ Wash my shoes, she has. だから、Yes, I have になってますね。これはメグちゃんとお母さんの会話になってるので、have になってる。メグちゃんのお母さんがメグちゃんに聞いてる感じの答えになるので。次ですね。Have you cleaned your room yet?
これもクイーン、ドゥ、ここにもドゥっていうのがそのままつくよっていうのがね、現在完了形だから。そして、Yes, I have だね。Yes, I have。さあ、一番最後、The last question is a different answer, right? So,、have you buy っていうのは bought に変わるので、Have you bought a new notebook yet? そして、No, I have not。さっき言ってたけど、haven't って言ってもいいし、この have not っていうふうに、ここのね、no の後に来るのね。No, I haven't ってしてもいいし、それから have not っていうふうに、この haven't をバラバラにしていっても、どっちでもこれは全然大丈夫です。いいかな。これはもうそんなに問題じゃないね。I'm not とかみんな省略形ってやってるから、これが、have not っていうふうに分かれててもいいよっていうことですね。で、みんなが習ってるこの yet っていうのをつけると、No, I have not yet. No, I haven't yet. まあ、自然の流れでやってないよっていうとき、日本語でも、ああ、まだやってない、まだやってないっていうこの流れがあるのがわかるかな。だからまあ、英語もやっぱり、have not yet、この yet っていうのをつけた方が、流れ的にスムーズっていうことで、多分先生たちはこの yet をつけてくださいっていうふうに言うと思います。だから、みんなもね、答案を書くときにはこの yet、この yet、yet っていうのを忘れないように書いてください。Okay, so that's all for today. Finally, thank you. Bye bye.